長野県危機管理防災課の茶原さんと、長野県防災 PR キャラクターの防災ダックです。防災ダックは県内各地で防災普及啓発活動に励んでいます。早速聞いてみましょう。まずは避難のタイミングです。いつ避難をするべきですかはい。市町村が発表する避難情報があります。レベル4の避難指示までに必ず全員避難してください。 警戒レベル5、緊急安全確保が発表される段階はすでに災害が発生しているか発生の直前、もしくは確認できていないもののどこかですでに発生していてもおかしくない状況です。安全な避難が難しい状況ですのでレベル4の避難指示までに必ず全員避難してください。 災害後に行ったアンケートでは、えー、せっかく避難したのに、えー、自宅の被害状況を知るために、えー、自宅に戻ってしまいその後、えー、浸水被害に遭われ、えー、救助された方がたくさんいるということが分かりました避難所から一度自宅に戻った人の時間帯を見ると13日の午前4時台から7時台に集中していましたなぜでしょう考えられるのが この時間の直前に大雨特別警報の解除が発表されたことです。大雨特別警報が解除されても、大雨警報や洪水警報は継続されていて、洪水や浸水の恐れは十分あります。台風十九号災害で千駒川が決壊したのは、大雨特別警報が解除された後でした。大雨特別警報が、 警報に切り替えられても安心材料ではありません新州防災アプリをご活用くださいトップ画面に情報を集約しています位置情報に基づき現在地の危険度がすぐにわかりますしリアルタイムに河川の状況や避難先情報を確認できます 自分や家族の避難計画を簡単に作れますアプリで避難開始地点の危険度や避難場所の候補を呼び出せるので位から調べなくても大丈夫です設定しておけば災害時の避難情報をプッシュ通知で教えてくれます最後に防災タックからメッセージです避難情報に注意して早めの避難を心がけましょう